よし、これでちょうど200回いったと思うよ。はい、あー200、 OK、 よし、よく頑張ったね。技ディスク E の5、道具、あ、そっか、 A の4ももらってた。メガクロー、あ、違う、これは覚えられなかったんだ、誰も。E の5、刺身スラッシュ、刺身スラッシュ、あ、覚えれた。技これ、刺身スラッシュ、魚タイプ。魚タイプって何？相手の MP を減らすことができる攻撃。うん、MP を減らす攻撃。使うんかな。うん。あ、けどダメージも与えて、なおかつ MP も減らすと。それだったら結構使えるかも。で、200回とりあえず戦って、レベル18とレベル17まで上がっちゃいました。うん。で、この癒しの歌ってのを覚えました。うん。あとは、あ、ちょっと待って、こっちだ。ビリビリ、うん。敵単体を麻痺させる攻撃と、あとスーパーチャージ、味方全体の攻撃力を上げるという、結構使えそうな、うん、技を覚えました。よし、うん、じゃあとりあえず進もうか。うん、もうちょいね時間かかると思ったんやけど、意外と戦闘がサクサクスムーズにね戦えるから結構早かったです、200回。うん、はい、ありがとう。よし、じゃあ進みましょう。ジムはね、掃除中で空いてないので、とりあえずこっちが空いてるんで、レイトゥン教授がいたとこね、ここ。うん、こっち行きましょう。ここ見たっけ、こんにちは。見たね。右は行き止まりだったんで上だ。うん、ここ、ここ、少年、見て見て、俺の捨て物進化したんだぜ。おう、え、何の進化これ、何の進化。リーフウィング、あー、けど刺身スラッシュ効きそう。メガスラとか効かないだろうな。スーパーチャージ、あ、 MP 下げたね。あ、間違えた、お任せしちゃった。オッケー、よし、せっかく進化したのに。何の進化よ、全然強くなったよ。なんか下ありそうだね。アーバーレンアーバーレンラクライ、あとはもう攻撃で OK。アワレン欲しいな。なんか落ちてる？なんか落ちて？ん？なんだこっち。花輪の洞窟。花輪の洞窟。ってことはミュウツー？復活定食。瀕死状態から体力マックス。復活サイダーの上位互換だね。いいもん拾った。こっから先は捨て物を極めた者だけが通ることを許された場所。君は残念だけど通せないよ。うひーうひーってことは、殿堂入りで、あ、びっくりした。今ちょっと止まっちゃった。殿堂入りしてから来いってことなのかな？殿堂入りっていうあれがあんのか知らないけど。うん、とりあえずバッジ集めてから行ってみようか。こんにちは。覚悟はいい？落ち葉ドスと花棒。戦う技。そうだな。鼻くそキャノン。鼻棒がちょっと
吸い取ってくるんでね。雷落とし。はあ、鼻くそ、鼻くそ強え。鼻くそめっちゃ強え。鼻くそめっちゃ強えやん。こう間違ってあれしちゃうんだよな。落雷。鼻くそ。けど鼻くそ結構 MP 使うからな。うん、オッケー。負けちゃった。ストレスを発散することが最近のマイブームなのよ。こっちなんかある。あー、こっち帰り道か。じゃあ上行こう。ん？プラネット大石の家。大石？大石ってあれじゃない？ポケモンくれた人じゃなかったっけ？あれ違ったっけな。こっち何もない。ちょっとセーブしとこう。よし。はい。なんだい君は。おっさん。大石？おでんソード？そう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 、おでんソードの人。何のことだい？僕の名前はプラネット大石。大石などという野蛮な名前ではないよ。ああ。はい。別人なんですね。うん。てかよく見たら君ステモントレーナーのようだね。これはちょうどいい。ちょっと来てくれ。何？突然で申し訳ないんだけど、君ちょっと頼みたいことがあるんだ。このパソコンの中にデータを壊すのが大好きなウイルスステモンが入り込んでしまってね。その退治を君にやってもらいたいんだけど、いいかな？え？はい、はい、はい、はい。もちろんただとは言えないよ。ステモンの退治が成功したら、なんかすごいものをあげるよ。何それ。なんかすごいものってなんすか。退治の仕方なんだけど、今から君と君のステモンのデータをこのパソコンの中に送り込むから、その中にいるウイルスステモンをやっつけてもらいたいんだ。じゃあ準備はいいね。プラグイン、プラグイン。ロックマン？ロックマンじゃない？プラグインって。なんかなかったっけ？そんなん。転送成功だ。それじゃあ、その辺にいるはずのウイルスステモンをやっつけちゃってくれ。パソコンの電脳世界。これ、なんだこの子何？プログラムちゃん。はじめまして、私の名前はプログラムちゃん。このパソコンを制御するプログラムです。エリア移動しますか。あ、ちょっと待って、移動しない。あれは何？回復プログラム起動した。あー、回復できんだ。あー、めっちゃありがたい。セーブ。よし。じゃあ移動しようか。なんもなさそうだし。うん、よし。はい、お願いします。エリア1じゃ、うん、な。もうな、背景が意味わかんないんだけど。どこ、これどっかの有名な神社かなんかかな。これかな。ウイルスが飛び出してきた。あ、秋吉、秋吉。誰の名前それ。リフウィング、うん、スーパーチャージ使っとこうか。うん、攻撃上げて、やっぱリフウィングが一番安定するからね。あれ、雷落としじゃないわ。落雷でよかった。全体攻撃だ。34。鼻クソキャノン撃ってみようかな。鼻クソキャノン好きだわ。さ、全然使えないと思ったけど、意外といいダメージ出してくれるからね。40とか。うん。良いの身薬。よし。これでいいかな？はい。
エリアゼロに戻りますか。戻る。で、回復。よし。で、次。2。だから、ここなんなんこれ。なんなんこのリアルなやつ、この背景。ここ行けないし、しかも。なんか行けないし、忠実やな、これ。こういけねえし。まあいいわ、倒そう。2匹。秋吉が2匹。そうだな。刺身スラッシュ使っていこうか。技。スーパーチャージ。20下げた。うん。けど、通常攻撃しかしてこないもんね。下げる意味ないな、じゃあ。ウィンドブレイク。もう一回、スーパーチャージ。うん、いいね、いいね。これ、リーフウィング。で、技。雷落とし。ああ、もっと、早めに雷落とししとけばよかった。なんか赤くなっちゃった。赤くなっちゃったよ。なんか、赤だったら魚系が効くんじゃない?いや、魚タイプに魚が効くのか?64。ああ、めっちゃ入るやん。うん。いいやん。OK! 秋吉2になってたね、今。秋吉マーク2。OK。戻りまーす。で、回復。え、終わりじゃないの?あ、まだ。まだあるんだ。3、3。忠実だわ。忠実だわ。ちゃんと背景に忠実。うん。ちゃんとここ行けないよね。秋吉。寺秋吉。寺秋吉。いやー、強そうだ。うん。強そうだ。ウィン鼻くそキャノン。うん。ビリビリ。あ、まあ、麻痺した、麻痺した。オッケーオッケーオッケー。いいね、いいね。いいね。じゃあもう、フルボッコやん、もうこれ。フルボッコやん。あ、もう勝ちゲーやん、これ。あ、麻痺解けるんやん。あ、けどもうだいぶダメージ与えたで。うん。麻痺強っ。レベルアップ。麻痺強っ。はい。ありがとう。すべてのウイルスをやっつけてくれたようだね。今からプラグアウトするよ。え、P って何だったん?ん?君のおかげで助かりまくったよ。そうだ、なんかすごいものあげる約束だったね。はい、これ。謎の書物。なんだか微妙な顔をしてるね。何?そんなに落ち込むな?これは古代カントゥのルンルン遺跡から発掘された超お宝なんだ。どこでこんなのを手に入れたかって?ヤフオク。さ、まあ、ありがとう。ちょっと P が気になるんだけど。君がウイルスをやっつけてくれたおかげでパソコンがいい香りになったよ。なんか焼きそばの香りがするよ。はあ?クソフラ工房。え、P って何だったんだろう?気になるな。まあいいか。うん。じゃあ戻りますか。うん。